おや、君たちは。珍しい組み合わせだな。無沙汰をしている、和江殿。こちらこそ、真鶴君。それにしても、侍と近衛の討伐隊とは。これは君の仕業だな。話は聞いたよ。先日の戦いでは見事な武勲を立てたそうだね。新参者とは思えない活躍だ。さすがはからくり使いかな。私たちはモノノフが集まる本部の職員。自然と噂は耳に入ってくる。君の活躍は特に派手だからね。それに私には娘がいてね。最近君のことをよく話してくれる。どうやら気に入られたようだぞ。ドア！わわわ！ちょっと変なこと言うのやめてよね、父さん。なんだ、本当のことだろう。全然違うわよ。公的使として認めてるだけ。父さんは椿に友達ができて嬉しい。今まで一人もいな。やめんか。父さんだと。紹介が遅れてすまなかった。娘の椿だ。仲良くしてやってくれ。君にお父さんと呼ばれる筋合いはないはずだが。大間が時で妻を亡くしてね。男で一つで育てたものだから、随分とおてんばになってしまった。そのおてんばがいないとまともに生活できないのは誰かしら。久しぶりに家に帰ってみればゴミの山。信じられないわ、まったく。それについてはすまなかった。私たちは任務に行くの。父さんも本部の仕事してよね。これ以上はやぶへびだな。助言に従うとしよう。真鶴君、モノノフ本部から侍部隊に連絡だ。以前頼まれていた医療品が手配できた。本当か。運のいいことに霊山から補給が来る。後で侍の陣所に届けておくよ。ご助力感謝に堪えない。医療品？戸様の居住区で不足していてな。真鶴君から支援を頼まれていた。はじめは機内側から融通しようとしたが拒否されてしまった。対応に苦慮していたが、なんとかなってよかった。さて、長々とすまなかった。何時に英雄の導きがあらんことを。